こんにちは。今日は私どもの小型の蒸留機プラント、ガラスプラントですね、それの、採油率を上げるための、加工を、公開いたします。今までの、販売しているものにはですね、こういうコーティング処理はしていませんでしたけども、今後ですね、販売する商品に関してはプラント内への付着を極力抑えると、発油性のある薬品を、薬品コーティング剤を使用するということですね。それで、コーティング剤ですし、こういうものなので、まず、その安全性については、安全シートがメーカーより提出いただいております。ですから、人体への影響、発がん性とですね、そういうものは一切ありません。それが、証明されています。そしてまたいろいろ食品などにもすでに、食品のプラントラインなどもですね、発油油を、付着させない加工に使われている、コーティング剤です。これを私どものガラス管、ガラスプラントの中に、コーティングすることによって、少しでも採油率を上げると。どうしても小型になりますとですね、そういうハーブ量が少ないので、取れるアロマオイルの量も少ないと。その中で少しでもたくさんのものを取るため、こちらの方のコーティングを十分に行うと。一応コーティングの予定にしておりますのはこちらですね。この冷却筒、冷却器の中にはですね、そのカモミールをした場合のカマゼレンとか、ああいうのが付着します。はっきりと分かってきます。あとどうしてもアルコール系、オイル系のものに関しては、中に付着しているのが目立ちます。それはどこの機器でも同じでですね、あとまた次使う時の洗浄のことも考えまして、耐摩耗性の高い発油剤、発油コーティングをですね、施していくと。まだ試験段階ですけども、これをすることにより、ご購入いただいた皆さんの、その成果ですね、蒸留成果がきちっと現れると。量が少ないのでですね、それを少しでも上げたいという部分もありますし、ということで、そういう加工をやります。それについていろいろ不安に思われる方もおられると思いますので、こういう動画を公開させていただきます。このいろいろなテスト結果などのデータを見たところ、アロマの機器に使われているメーカーは当然ありませんけども、いい結果が出そうな数字が出ています。ですから多分安心してお使いいただけるんじゃないかなと思います。もう一種類こちらがあります。機能はどう違うかというと、大きな違いはないんですけども、加熱性による機能向上が図れる分、こちらのテストキーの方でします。加熱は実際行わないんですけども、だから同じような結果になるというふうなメーカーの方からのお話もございますので、まず問題ありません。同じように安全シートは来てますので、使用に関してですね、ご不満に思われることはないと思います。一番に考えていますのが、その耐摩耗性、何度も何度もつけ直すというのはやはり
困りになるというか、その分修理にこちらに出していただく必要がありますので、それは大変だと思いますので、私どもではそのなるべく高度のある硬さのあるですね、耐摩耗性に、ある商品を、選んで送っていただきました。回しながら中をずっと走らせていきます。特にガラス処理に関しては、まあ、前処理はいらないということでした、プライマー処理ですね、プライマー処理はいらないということだったんですけども、まあ、洗浄とホコリの除去とウェアによるホコリの除去とは通常のメンテナンスというんですかね、クリーニングを行っております。こうすることにより中の汚れ防止ですね、油分の付着を抑えるということで、汚れ防止とあと再利用の向上ということが望めるというふうに考えております。現在もお使いいただいておりますけども、スクールさんとか、ショップさんでですね、デモンストレーションを行う方ですね、やはり大事なのはというかね、成果がちゃんと見えると生徒さんに対してですね、説明ができるというのは本当に大切なことだと思います。だから、わずかのハーブの中でも、それがわかると。またこれをですね、ご家庭でご購入いただいている方ももちろんおられますけども、その方たちもですね、実際ご家庭で育てられたハーブ量というのはやはりその普通の農園でされたものとは量が違いますので、そういうものからでもきちっと、オイルが取れるという、ものをですね、目撃していただくためにもこれは必要な処理ではないかというふうに私どもでは思っております。